ただいまの競技について説明をいたします。行司軍配は琴桜を有利と見てあげましたが、琴桜の足の出るのと大野里の体が飛ぶのが同時ではないかと物言いがち、協議した結果同体と見て取り直しといたします。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って大野里の勝ち。